今日は小田原、小田原で輪行10キロでした。国道1号をちょっと入り浦の先まで2年前行ったんですけど、電車で行ったんですけど、今、箱根登山鉄道がなんか途中で、もう時間がなかった。今日45分しかできない。1時間しか、まあ、朝起きれなかったのか、ね、夜のちょっと YouTube、元気がない。これが元気がないんでしょうか。僕の小田原でした。小田原までも長いから、小田急が70キロぐらい。操作を動かした背景には父親の安明さんの執念ともいる活動がありました。150キロぐらい。でも今日は帰りよく抜かされたな、ロードバイク。もう僕ね、若者とはレースしないようにしてる。もうね、レースしてクラッシュこけたらね、おっさんだから。20歳ぐらいが一番早い。もうちょっとピリッとしててもいいですよ。もうちょっとピリッとしててもいいです。僕が多かったからね。でも在任期間が最低になったことについて今朝こう述べた安倍総理大臣。まあ、食べれんことはないやろ。国会では総理大臣主催の桜を見る会を巡って区民かターメリックか入れやかったね。紹介者の取りまとめには関与していないと断言されました。まあ、いいや。そうやって上手になるんだ。まあ、消してあるよ。消してないよ。消えるじゃん。なんでか知らない。私は何も変わってない。内閣府の最終的な取りまとめのプロセスには一切関わっていないとした上で、今日お風呂があったからね。でも、あ、掃除機やったから その時なんか取れたんかね、掃除機を。昨日から切れてる。あれを入れに行ったんだな。サフランがなくてもターメリックとかあのクミンとか入れたら結構おいしくできるんだけど。各省庁推薦の功労者らがおよそ
そ6000人、安倍総理大臣からの推薦が、もうちょっと味がね、自民党関係者からおよそ6000人、スペインでしょ、パエリアの素っていうのがあったんよ。でそれをパッと入れたけど、あれちょっと弱かったね。スペインでしょ、うん、ちょっとあれ弱かった。安倍総理大臣の国会での答弁に整合性が取れない点があるとして、予算委員会を開いて集中審議を行うよう改めて。でね、やっぱりアサリ、生のアサリとか入れたらすごい美味しいね。やっぱアサリ入れたら美味しいわ、パエリアは。うん、私物化をした出汁が出る、すごい、明らかになりつつあります。冷凍のやつはちょっと味が抜けとるね、あのアサリは。安倍内閣には知っていただき、殻付きのアサリが美味しいやつ。もうそろそろ国民もういいんじゃないかと思っております。今度作るときは殻付きのでやるわ。安倍総理大臣は今後の政権運営についてまだ米の煮方っていうのは大体分かったから、人気は2年近く残ってフライパンでやってね、その責任の重さを、米はね洗わずにやるんです。その思いで、そう、緊張感を持って案内を始めた初心をこう忘れずに、全身全霊を持って政策課題に取り組んでいきたいと考えています。この人泣きよらせ、時間かかった、それ、うん、あのね、時間をね、やっぱりね、見とかねかんね、ご飯がね、焦げるから、うん、初めちょろちょろ泣かさっぱ、子供泣いても蓋取るなっていうのがね、ご飯の炊き方であるんよ、かまどで炊き方がね、うん。